無料寺院は、香川県高松市にある新言、総武室派の寺院、三号は死山、京都仁那寺の末寺で、付近の多文寺、西福寺など六家寺を末寺としていた。天平十一年、行基が坂田豪室さんのふもとに創建したのが始まりである。その後、空海による修造や白川法王や亀山天皇の、 熱い信仰を受けるなどして七段議書の一つとして交流し、各時代とも荘厳なランを有していた。このように映画を誇った当院であるが天文連間に戦火で消失した。ランの消失を受け、寺は八和島に移転する。しかしその後、寺は三度移転を繰り返し、天正十六年には、伊古町かの高松城追記により西の方へ、明暦二年には、お船倉を作るために、 中村へ、漢文7年には、高松藩の長屋を作るためご傍聴に移転している。その後、寺地の移転はなく、現在地に落ち着き、多数の寺宝を有するなど文化財的価値を高めて、行ったが、1945年7月4日の、米軍による無差別縦断爆撃、高松空襲によって、寺は全焼し、多数あった文化財は全て失われた。 創建天文年間天文年間天正年間天正年間明暦二年明暦二年間分七年間分七年これまでの寺地の変遷は寺木などの記述による推定しかされていなかったが二代目の寺地については発掘調査でその場所が確定している発掘調査は二千二年十一月二十八日から二千三年三月十四日に市街地再開発関連街路事業に伴いにの 丸町、小峠町一丁目の820平方メートルで行われたもの。この発掘では16世紀の高松城追記以前に、ここにあった集落の遺構が発見され、同時に野原浜村不良久しいと刻まれた瓦や、盆地瓦が出土した。そのためこの付近が、無料住院の二代目寺地であることが確定した。この発掘跡はその後埋め戻されて、道路とこと 琴平ひら専攻予定地の緑地になっている。ありがとうございます。